みなさんこんにちは、トータス&フレンズチャンネルのたくみです。前回はレオパを飼い始めましたという動画をお届けしたんですが、今回は我が家でのレオパの飼育方法をご紹介していきたいと思います。レオパを初めて飼い始める方や、これから飼いたいと思っている方に向けて参考になるように、飼いながら改善していった点や飼い方のポイントなどもお話ししていますので、よかったらご覧ください。リクガメ以外の爬虫類動画ですが、今回も楽しんでいただけると嬉しいです。このチャンネルではリクガメや爬虫類の飼育に役立つ情報や成長の記録などを今後もまったりと更新していくので、リクガメ爬虫類好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。前回もご紹介しましたが、この子がレオパードゲッコミホモントカゲモドキのテンテンです。ケージの外観から見た感じはこのような感じになっています。リクガメたちと同様になんですが、シンプルな飼い方を目指して飼育しています。飼育ケージは 30cm×30cm のヒュドラっていうガラスの水槽を使っています。レオパは飼育にそんなに大きなケージは必要ないと言われているので、このくらいのサイズがあれば修正飼育が可能です。飼育数をたくさん飼っている人はもう一回り小さいレプタイルボックスっていうプラスチック製のケースだったり、虫かごみたいなものを使われて飼われている方もよく見かけますね。レオパは地上性の生き物で、壁に張り付いたり立体活動はあんまりしないので、高さは20センチほどあれば大丈夫です。ただシェルターの上に登って逃げたりする可能性もあるので、しっかりと蓋を閉じれるものがいいと思います。そして床材にはリクガメのケージでも使っているウォールナットサンドを使用しています。その他には湿度を保てるような爬虫類用の細かい砂なんかもいいと思います。キッチンペーパーでも飼えるっていう情報があったので、最初はキッチンペーパーを敷いて飼育していたんですけれども、レオパは脱皮をするときに体をいろんなところにこすりつけて皮を剥がそうとするので、脱皮のときにキッチンペーパーがぐしゃぐしゃに破られていたりしたので、万が一誤飲したりしたら嫌だなと思って、自分はウォールナットサンドに変えてみました。ただレオパは決まったところに糞や尿酸を排泄する習慣があるので、キッチンペーパーをその部分だけ切り取って取り替えれるようにしていると、管理はすごく楽っていうメリットもあると思います。お好みで使ってみてみるといいかもしれません。そしてケージ内にはウェットシェルターを設置しています。陶器でできていて、上部には水が溜められるようになっているので、シェルター内の湿度が保てるようになっています。ケージ内が乾燥しているとレオパが脱皮不全になってしまうこともあるので、ウェットシェルターを入れてあげるようにしましょう。一般的にはこちらのようなちょっと四角い形のシェルターがよく使われているんですけど、うちではちょっと可愛い猫ちゃんのシェルターを見つけたので、こちらを利用しています。そしてケージ内には水入れと餌入れも入れています。水入れから直接水を飲んでいるのはたまにしか見かけないんですけど、水分補給ができるように切らさないようにしています。餌入れはこのレオパのテンテンがピンセットから餌を食べてくれるので、時計を置くことがあんまりないんですけど、加湿も兼ねて水入れとしてついでに使っています。そして先ほどから何度も言っているんですが、湿度キープのために水を飲むように霧吹きで1日2回ケージ全体を湿らせてあげています。壁についた水滴も舐めたりするので、あえて壁面にかかるように霧吹きしてあげてください。ケージ内の湿度は 60% から 80% ぐらいに保てるようにしています。そしてケージの温度なんですけど、こちら25度前後に保てるように調整しています。レオパが体を温められるように床面の3分の1ぐらいの部分にパネルヒーターを敷いてあげます。引く場所はいろいろと試してみたんですが、シェルターの下に入れてみたり、他の部分に入れてみたり、レオパの動きを見てどこに置いたらいいか様子を見ながら試してみるといいかもしれません。そして冬場はヒーティングトップという上から空気を温めるヒーターをサーモスタットにつないで使用しています。
画目のラック温室化の動画でも紹介したんですが、棚の外側を断熱シートや段ボールで覆って、前面は透明なシートで開け閉めができるようにしています。上部がマジックテープでくっつけられるようになっていて、こんな感じで開け閉めができます。これでレオパのケージの温度のキープにも役立つのはもちろんなんですけど、隣にコオロギの虫かごが置いてあるので、コオロギが寒くなりすぎずに冬場に死ぬことも防げます。そしてレオパの餌はコオロギなどの昆虫食がメインになります。我が家のテンテンは何でも食べてくれるので、小さめのデュビアやコオロギなどの池だけでなくて、レオパゲル、練り絵ですね、そしてレオパフードなどの人工飼料、乾燥コオロギ、あとは乾燥フードですね、うちではバグプレミアムというものを使っています。こちらなども食べてくれます。ピンセットから餌を食べてくれる個体だと楽だと思うんですが、個体によっては沖餌しか食べない、生餌しか食べないなど様々なので、変色や急に餌を食べなくなることの対策として、なるべく多くの餌の種類を試してみるといいかもしれません。はい、以上が我が家でのレオパの飼い方の紹介でした。次回以降もレオパの動画だけではなくて、リクガメのケージ制作の動画なども載せる予定なので、今回の動画を楽しんでもらえた方、次回の動画が気になる方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はレオパの飼い方紹介の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。トータス&フレンズチャンネルのたくみでした。輝き出す憂鬱な空も